どうもこんにちは、中野敦史です。それでは3本目の動画を撮りたいと思います。3本目はロト6とロト7の比較をしたいと思います。ロト6とロト7は両方ともめっちゃ難しいねんけど、でも僕のパターンでロト6をやったら3等以上の可能性はあんねん。まあいつ来るかはわからんけど、可能性はロト6はかなりある。でもロト7の場合は同じやり方でやっても4等まではいくけど、3等以上となるとかなり難しい。だから僕個人的にはロト7の方がやっぱ難しいんちゃうかなって正直思う。まあ、マットを当てるんだったらロト7の方が簡単やねん。ボーナス数字2つあるし。でも3等以上になると、やっぱりロト7の方が、個人的には難しいと思う。数字7個一致せなあかんし。まあ、ロト7の方が簡単って言う人もおるけど、僕はやっぱり、ロト6の方が簡単なんちゃうかなって思う。それではこれで、ロト6とロト7の比較を終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。